ただいま。哦，这台车是真的蛮坚固的。どう？なかなかのマシーンでしょ？うん。いいか。残な、残な。取り戻したかった気持ちもわかる。もはや私の一部よ。ほらな、ミッチとスコーピオンがいなくてもやれただろう。気を抜かないで、まだ終わってない。なんでだ、ブツも車も取り戻したのに。ナッシュがまだだ。あのクズ野郎、ロッキーリッチに現れなかった。早すぎナッシュや。好。結局仕返しをしたかっただけか。あんたに私の何がわかる。最初からそのつもりだったのか、今さら悔しくなったのか知らないが、ひどい話だな。いいから話を聞いてよ。奴らのアジトを知ってるんだ。近くにあるフリーウェイを通れば着く。私たちが来るなんて夢にも思ってない。哦，又想利用我。我们的这个。ナッシュに報復するなんて。协议没有到这个部分哦。それはあいつがロッキーリッチに来ると思ってたから。だが来なかった。アジトにいる保証もない。絶対にいるって。あのクソ野郎は私を裏切ったんだ。ミスミス逃がすわけにはいかない。なんで分かってくれないの？这跟说好的不一样。ダメだ。話が違う。冗談でしょ。本当に協力してくれないの？人の復讐に付き合って全てを棒に振るわけにはいかない。違う、これはただの復讐なんかじゃ。アナム、ナッシュにコケにされて悔しいのはわかるが、俺を巻き込まないでくれ。商品をシックスストリートに届けたらヘルマンの件を手伝う、そういう約束だったはずだ。そりゃそうだけどさ。对，哇，这是个有原则的人。你生气了吗？怒ってるのか？他说没有。ボズ、商品を手に入れた。違う、嘘じゃないって。サンセットモーテルで会おう。分かってる。必ず行くから。口も聞きたくないってか、幼稚すぎるだろう。子供みたいな真似はよせ。うるさい。何なんだ、このままずっと喋らないつもりか。ナッシュはすぐそこにいたんだ。絶対やれたのに。また機会はある。今はそれより大事なことがあるだろう。そんな態度を続けるなら置いてもらった方がマシだ。約束したからね、仕事はする。ただ少し時間をちょうだい。有人在暴雷。谁又在暴雷？暴雷的真的是要处理一下。那我的命肯定是比处理那许还要重要一点了。再不找到那个人，我要没命喽。もう来てる。私が話すから。揉めそうか。いや、大丈夫だと思う。史丹利来了。よう、パナム。ナッシュはどうした？わい、我在車上看就好了。電話するだけ時間の無駄だと思うけど。相変わらずだな。こいつはなんだ？おまけの品か？いや、あんたの見張り役だ。おお、ナッシュより骨がありそうじゃねえか。褒められた気がしないな。気に入ったぜ。ほら、どれも一級品だよ。おい。那这个好像是打拳的那一个。口座を確認しな。数分後にはいい感じに潤ってるはずだ。どう熟的啦。でも報酬を。他还欠我一把狙击步枪。ご苦労だったな。行くぞ。
好像没事了吗？前に言ってたよね。人のせいにしないで自分のケツは自分で拭けって。商品と車は取り戻した。それにシックスストリートも大満足だ。あんたも分け前が無事手に入るね。心配無用。前払いで受け取り済みさ。また頼むよ。せめて女だな。随分と偉そうになったもんだ。それはつまり昔は優しかったってことか？それはない。だがあいつも逆の立場を味わったことがある。一度初心に帰るべきだってことさ。うん。酒が飲みたい。早く。跟我们一开始的计划不太一样。一开始的计划是找到洛二，报上强尼的名号，处理完这件事。来，洛二打电话过来了。最后还有一件事，我加行李的方式就是一台宝马坐标已附上啊。宝马在哪里？水哦，宝马放在哪里？有段距离。既然有免费的车，不拿白不拿。史密斯打过来了。这一区的老大。俺は B だ。よろしく。下次比赛之前你要多练习。他觉得我是三宝。好，放心，开车的事交给我。开车你安心啊。哇，这怎么开车灯啊？路在哪里啊？这区的老大随时欢迎我。好，没问题。好，宝马在这里啊。我宝马看起来有点破旧哎。那引擎声还是不错的。もう一回だけ。あと少しだったのに。在下象棋啊。有一个手的符号是什么？哦，就是他。哦，好亮哦，是叶晨。In reality, the attack was meant to destroy Arasaka's secret weapon. What weapon? We'll get back to that in a bit. Oh, 这引擎不错啦。哦呦！哇，这里的人好像怪怪的，怪怪的。好啊，宝马马上被撞两下，有坏吗？没事。有委托任务，飞龙在天，什么任务？飞龙在天前往讯号的来源，正在二地执行任务，让稳稳的无人机恢复正常。好，飞龙在天，等等啊，我去找帕纳。売り物は？这个人卖枪的。バットランズで一番の。二地最厉害的武器。OK， 让我看看。这什么杂鱼？哇！
智慧型的手枪其实还不错哎。其实我还没有改造过我的枪哎，现在改造一下好了。哎，这把更好哎！好，怎么改造枪？看一下有什么可以改造。射速提升，猛击几率提高，都不错。射速提升5%。我还要买房子，肯定要买啊。我要住在荒坂大楼的顶楼，第100楼。ブローセフ、二つ。ねえ、連中に渡した商品は何だったんだ？チラ見しなかったんだ。バロペリドール、サイバーサイコシスの薬。売れるのか？もちろん。闇クリニックやリーパーがお得意さんってわけ。神机错乱，有药可以医药。おかわりお願い。再来一杯，好，再喝啦。ありがとうノア。ないよ。他にも必要なものがあったらいいな。リムナ。あんたは役目を果たした。次は私の番だね。相手は AV だから簡単にはいかない。我不喝酒啊，这气泡水。ヘルマンをどうやって確保するつもりだ？その前に AV の撃墜と護衛の排除を同時にやってのける方法を考えないと。大まかな作戦は思いついたけど、人目につくことだけは避けたい。午前0時ごろまたここで落ち合いましょう。半夜回到这里。OK。じゃあ後で。ノア、私に部屋をお願い。一晩でいい。怎么头有点晕啊？哎，卖假酒啊！升级嘞！服饰商店提供的商品增加了，等一下可以点能力值，越来越机智喽。全面降低30%。嘟嘟嘟嘟嘟！半夜的时候来这里碰头，现在已经半夜了，怎么两点了天还这么亮啊？OK， 又等到上午12点了。手伝おうか。いや、もう終わるから。ラフェンの奴ら、この子をめちゃくちゃにしやがって。準備はいい？もちろん。ヘルマンの件だが、作戦はまとまったか？バッチリ。没有，我刚撞几下，车头都好好的。こっちよ。车头没事啊。聞かせてくれ。このレンチが私たち。カッターが AV で、ドライバーは AV 墜落予想地点。ああ。墜落させる方法なんだけど。まさか車のマシンガンで？あれは別のことに使う。あの程度の光景じゃこいつの重装甲は破れない。そこで登場するのがこのクランプ、マイクロ波発電所。これで AV を落とす。マイクロ波発電所。そう、そこに侵入する。侵入はいいが、その後は施設で EMP を発生させ AV を落とす。進去、然後 EMP。 AV が射程に入ったタイミングで EMP を発生させれば機内の電子機器類は使い物にならなくなる。それでエンジンも止まるのか。エンジンだけじゃなく
操縦、ナビ、通信システム、すべてが停止する。我要活的呢。ヘルマンは生け捕りにしたい。AV をこっぱみじんにするのはなしだ。いいな。わかってるって。でもシートベルトはしててほしいね。これがうまくいくと間違いなく荒い着陸になるから。好吧。わかった。出発しよう。乗って。寒いから早く。希望他掉下来没事啊。発電所は政府の施設か、それとも企業？どっちも一緒よ。政府の裏には必ず企業がいる。又喧嘩を売る相手のことぐらい知っておきたい。B、周りをよく見なよ。目に映るものは全て企業のものだ。本当に企業が嫌いなんだな。なんでまたそう思うの？いや、待て。違った。ローグとナッシュ、ラフェンも。その辺にしときなよ。何もかもが気に食わないのか。そんな私を味方につけれたあんたはラッキーだね。そうだな。他是疯狗流。話題を変えるか。今まで運んだ物の中で一番変わったものは何だ。何よ、親睦を深めたいわけ？いいから答えろよ。コーカサスの財務副大臣を。それは運転手を務めただけだろ。トランクに詰めたの。したよ。長い話さ、いつか全部話してあげる。多远？我们现在要开多远？没差，もうすぐダムに着く。就在这边，就在车上睡一觉。啊！哎呀！哎呀！あんたもこいつを使えたらそれだけ賞賛が上がるでしょ。机枪交给我。我不太会用枪耶。ここに接続して。从这里连线。好。有必要吗？調整なんて時間の無駄じゃないか。あのね、あんたこの手の機銃を扱ったことあるの？さらに全方位から撃たれつつ移動しながら標的に命中させる自信があるわけ？ないでしょ？だったらつべこべ文句言わずにさっさと接続して。方法はパーソナルリンクか。当たり前でしょ。端子に気をつけて、ちょっと入れにくいから。繋いだ。待って、まずは診断をかけるから。くっそ、エラーが出る。変だな、なんでだろう。はじめまして、パナム。俺はジョニー。こんなクソど田舎で会えるとは光栄だ。でかしたぞ、ビ。あんたのインプラント、ウイルスに感染してるかも。およ、ドワ。那是一个恶意软体。ウイルスじゃなくて、ただのマルウェアだ。大したことない。很難删除。マルウェアだ。調整の邪魔になるか。どうだろう。强尼跑进去了吗？よし。じゃあ始めるよ。强尼、你在控车子吗？ガラクタの山があるでしょ。数発撃ってみて、こっちで調整するから。よし。次は単発でお願い。哪里？这边。OK。じゃあ最後は連射してみて。いいね。これでいけるはず。OK、没有问题、轻松。なかなか楽しかったでしょ。調整は問題ないが、ソフトウェアが古い。スキャナーもコントローラーも全て20年以上前のものだ。歌舞伎地区ならもっと安くていいのが買えると思うが。探してやろうか。ありがたいけど、もう調整は終わったから必要ないでしょ。で、発電所はどこにあるんだ？すぐに。難怪刚刚会有相容性問題。まずは発電所がよく見える場所に行こう。我这台 Windows 20。周辺を偵察しておかないと。なるほど。企業の発電所に侵入し、他们也在放鞭炮。企業を襲い、企業の人間を誘拐か。なんなんだ、企業、企業って文句でもあるのか。お前を見てたら。原来强尼躲在这里啊，哭啊。50年前の俺と一緒だ。俺みてえなカリスマ性と立派な。我也想说强尼到底跑去哪里了。お前と案外うまくやってけるかもな。この共同生活が何か影響を及ぼしてるのか。お前はな、自分で思ってるより俺と似てんだよ。逆も言えるんじゃないか。そっちが俺に似てきたのかも。んなわけあるかよ。强尼快变成我了。我们快融为一体了。
問題なさそう。パトロールもいないし、あたりは馴染んだり。あのでかいのが集積ユニット。あとアンテナがあるでしょ。Uh-huh. 軌道衛星から送られた電磁波をアンテナがキャッチして、それを電力に変換してるんだ。すごい数のアンテナがハイウェイに並んでる。うん、アンテナは全部がリンクしてるから、集積ユニットを破壊するだけで反応が起きる。あの一つ一つがそれぞれ EMP を放出するってわけ。AV はクモの巣に飛び込むハエ同然さ。私たちはタイミングよくパルスを発生させるだけでいい。なるほどな。私は起爆用のバイパスをセットするから、あんたはシステムをオーバーロードさせて。若不想复活强尼吗？肯定想吧。システムを。不过我们还没跟他讲，强尼就在我身上。面白そうじゃないか。ねえ、別に難しいことをやるわけじゃないんだよな。簡単だよ。片っ端からケーキの数値を上げるだけ。加減はいらないんだな。全部飙到最高、OK。ねえ、次は。あとは AV が予定通りに離陸することを願って待つね。分かった。じゃあ出発するよ。好，天亮了。简单来说，杀进去，全部处理。一人で AV を落としたことはないけど、どうして？嗯，你的计划超强。EMP。这个计划好稳。対処法までいい作戦を考えるなと思ってな。ありがとう。秘訣があるんだ。私が実践してるのは 3S ルール。なんだそれ。精査、整備、遂行、3つのステップを常に心がけるのさ。まずは精査、使えるリソースと存在する障害を分析する。次は整備、精査した結果をもとに必要となる人や物を調達する。そうやって準備を整えたら、あとは遂行、行動に移す。三 K とは大違いだな。嗯，跟我一样，就是准备好了再上。人生はバラ色だよ。トラブルが発生した時はどうするんだ。その時はその時、絶対トラブらない方法なんかないよ。出包的时候就随机应变。ただじゃ教えられない。なんだ、結構がめついんだな。口の減らないやつ。OK， 我们得一路这样开下去了。来，到了，到了。OK， もうすぐ到着だ。最後にもう一回。侵入したらシステムをいじって脱出する。OK。冲进去，打死他们，冲出来。好。行くよ。行くよ。Go。わかった。俺に任せろ。撃たれる前に早く。比想像中还简单，就是汤姆熊嘛。こんなところで。終わったのか。今のところは。搞定了，这么快啊！制御盤を探して。好。私は起爆装置を接続するから。OK， 让终端过热。超载！哇，很烫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 ！来，每一台都调到最高。哦哦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 哦まるでクリスマスツリーみたいだ。やりすぎ感は否めないけどな。どこが。よし、じゃあ巻き込まれる前に脱出しよう。あ、不在は发射 EMP は。B、チップがおかしい。さっさとここから離れる。何焦ってんだ。別にもう少しここに残ってピクニックとしゃれ込んだって構わない。言ってる場合じゃねえ。次のを食らってる。ジョニー。ジョニー。好、哦、强尼要没了，强尼快宕机嘞。なんとか無事だ。ああ大丈夫だ、大丈夫。なんてことない。こんなもん、とにかくとっととずらかるぞ。
完璧とはいかなかったけど、まずまずの出来だね。起爆装置は壊れてないか？うん、大丈夫。信号もちゃんと受信できてるみたい。行きましょう。私たちまでパルスに巻き込まれちゃ元も子もない。あの崖まで行けばアンテナを全て見渡せるはず。あそこで待機しよう。我们这样冲进去，这里都这个发电厂这样还不会关闭哦。嗨，龙王哥，看你も起爆装置って感じのボタンだな。注意哦，按下去。タイミングは就引爆。大丈夫、こっちで見張ってるから。私が合図をしたらパルスを放出させて、そうしたらハエみたいに落ちるはず。それはそうと。なんだ。私たちはこれからカンタオのバカ高い AV を墜落させるわけだけど、今どんな気分？我最愛的就是大爆炸。待ち遠しい。いいね、そう来なくちゃ。気づいたんだ。水よ、煙火要掉下来了。ここは静かだな。街の騒音や人の話し声、匂いすら何もない。安静な。久しぶりに本当の静寂を感じる。うん、でも匂いはするでしょ。コヨーテの獣臭、嫌でも気づく。あんたの車の芳香剤かと思ってた。ふんふん、うるさいよ。 AV に集中した方がいい。見逃さないようにね。連天上那个都会掉下来。音乐来了。来た。来了。パシフィカの方から。看到了。準備はいい？来い。来い。今だ。今だ。ドカン。一丁上がりだ。あれ？なんで？最悪だな。ふざけてんな。やった。啊。OK、多按几下就没问题了。アダム、エンジンがまだ動いてる。このままじゃ逃げられるぞ。逃がすもんか。早く追いかけないと。私に任せて。ハナム、何してるんだ。船長、你在干嘛？我要开炮了。呜！怎么是这个角度飞的？高度が落ちてる。不是啊，还记得要抓活的吗？行こう。やった。今のを食らって飛び続けるのは無理だろう。きっと落ちてくるはず。確認したか？オーバー。正体不明の AV、高度が下がってる。ミッチェル、スコーピオン、なんであいつが。発電機の調整はもう終わる。追跡しろ、俺もすぐに行く。ミッチェ、バッテリーの問題だ。スコーピオン、パナムだ。その AV には近づくな。繰り返す、AV に近づくな。今向かってる。先にパーティーを始めてるぜ。カンタオの AV なんだって。私が行くまで、いや、とにかく逃げて。きっと製造者がいるか確認するつもりなんだ。相手は企業なのに。パルスの影響でこっちの声は聞こえてない。くそ。レーダーに反応が3つ。おう、そう、来るよ。 OK、 足止めをする気だ。そうはさせるか。ミッチとスコーピオンのとこまで行くんだ。放心、我汤姆熊两个代币就能打通关。我都玩那个有恐龙的那个。問題発生だ。弾が出ない。開不了槍了、開不了槍了。すぐ殴る。捕まってて、自動操縦するから。さあ、ジャムってる。敵が迫ってるぞ、ハナム。わかってる。ラッチ、なかなか開かない。 OK、那現在誰が開車。ちょっと待って。くそ。大丈夫、気にしないで。 OK、これで持つ。修好了。少なくともしばらくは。了解。好，又可以玩了，又可以玩了。老板把机台修好最上面那一台竟然没有掉下来。哦，坠毁了。あの丘の向こうだ。なんとかうまくいったね。パナム、どうしたんだ。冗談か。おい、大丈夫か。中弹了，跟阿杰一样的部位。死にはしない。
どこにいるんだ。おーい、スコーピオン。それ以上オープンチャンネル使うな。連中にダダ漏れでしょ。嫌な予感がする。銃声が聞こえたでしょ。あいつらに何かあったんだ。確かめに行こう。墜落現場が見えた。でもスコーピオンとミッチはいない。大家怎么办？古そうだけど。いいか。B、ドローンに接続して周辺をスキャンして状況を確かめないと。連算無人機。わかった。パナムにも映像をつなげる。了解。B、もしアルデカルドスがミッチとスコーピオンが連中にやられてたら、私どうしたら。大丈夫だ。接続完了。始めるぞ。放心、我一定帮你报仇的。把他们当内需一样的处理。开始扫描，看一下现场。嘘，そんな。この人たちはクランの仲間か。部落全毁了。うん。アルデカルドスの。みんな死んでる。不是啊，我的目标嘞？我的目标该不会也毁了吧？ビー、もし、こうクソ野郎ども。大丈夫だ。まだ決まったわけじゃない。ランチャーを配備してる。これじゃ下手に。ミッチ生きてたんだ。奴らに捕まってる。ミチや活着。無力化できないのか。あそこまでたどり着ければね。見張りが5人いる。扫描战斗无人机。戦闘用ドローン。防衛システムが起動してる。一帯が制圧されてる。応援を待つ気だ。跟边缘世界的飞机掉下来也太像了吧。まずいよこれ。通信さえ。机枪塔准备架起来了。できたのに全部私のせいだ。あいつらもあいつらでなんで AV を追いかけたりしたんだ。ミッチがいたってことはスコーピオンも捕まってる可能性が高い。助けに行こう。まだ生きてるならね。きっと生きてる。大丈夫だ。感謝熊猫君。あのランチャーがある限り近づけそうにない。陈奇是谁？不好说。来。よし、こうしよう。パナムは車に残って。你待在这里。私も行く。あの二人は私の大事な。パナム悪いが、その怪我じゃ何もできないだろう。車で待ってろ。ランチャーは俺が何とかするから。でも、わかった。你没有阿杰那么勇啊。でもミッチのライフルがあるから、援護くらいはできる。助かるよ。じゃあ行ってくる。调查失事现场，好，过去调查一下。哦，感觉可以把短路给钻上来。引爆手榴弹换成短路。那其实直接把它重开机也可以，又要打了，这就是我们的目标啊。好，直接把那台关掉。找找敌人在哪里？刚刚看起来只有两个人。部落民直接全毁了，就一台飞机掉下来就全毁了。啊，总共五个敌人啊，开始了，是机器人。不好打，不好打。
再补一招。嗨，看巴拉！可以，这个火力真的是很够。打上去可以不扣血的、啊、好，再把一台关机，东西捡一捡，希望我们的目标还活着啊。解除机枪塔。机枪塔。哦，还有机枪塔。空投。还有一个，哪里还有一个？没敌人了，安全了。哎。这个家伙是该人当场死亡，该不会是你的朋友吧？来るな！下がって武器を捨てろ！こいつを撃つぞ！何度も言わせるな！武器を捨てろ！全員が生きてここから帰りたいはずだ。すでに応援を呼んでる。最後のチャンスだ。ここで死ぬことはない。話をし、信用できるか。ハナム、聞け。俺たちの狙いはあんたじゃない。乗客の居場所を教えてくれるだけでいい。どこに連れて行ったか知らないんだ。嘘だね。知らない、それとも言いたくないだけか。通信を復旧させ、仲間に聞いてやってもいい。ハナム、ためにはあのカウボーイを覚えてるだろ。ハナム、おお、救出来了。大丈夫。かすり傷さ。他们之间还有暗号哦。啊，我要找的人呢？もできなかった。すぐに体勢を立て直してロケット弾を浴びせてきたんだ。みんな死んじまったよ。みんな？スコーピオンはここにいないの？ミッチ、ミッチ、あいつは無事なんだろ？すまない。間に合わなかったんだ。嘘だ。嘘だ。確かなの？そんな。スコーピオンや他の仲間のことは間に合わなくて残念だった。みんな最高の奴らだった。どうしてこんなところで。私が止めてれば。俺も止めようとした。あいつはどうせ聞かなかっただろう。そういう奴だ、あの頑固野郎。ここにいるってことはお前も AV を追ってたんだろ。で、何が目的だったんだ。この AV に乗ってた男に用がある。何か見てないか。何でもいい。奴らが連れてったよ、俺らの車でな。どこへ。西に向かった。少人数の部隊で護衛してる。本部に連絡しようとしてるの。跑了。連中に EMP を使ったのお前らなのか。ああ、あんたたちに警告しようとしたが繋がらなくて。ミッチたちの車を奪ったならタイヤの跡を追えるかも。連中は俺が追う。パナムはミッチとここにいろ。私も行くよ、手伝うって約束したろ。それに連中はスコーピオンの仇だ。絶対に許さない。止めようったって無駄だぜ、ビー。行けよ、俺は仲間を呼ぶ。ここは任せろ。念のため私の車を置いてくよ。機銃はたまにジャムるから注意して。私たちはバイクで行く。わかった。会卡弹的枪还要留。カンタオも AV を探しに来るだろう。急いだ方がいい。パナム。何？ソートンを取りに戻ってこいよ。
約束する。行こう、じきに奴らの救助隊が来る。 OK、这笔账我会帮你讨回来的。スコーピオンたちのこと気持ちはわかる。だから協力する。カンタオに借りを返すぞ。一人残らず全員始末してやろう。ハナム、ナッシュの時は一個不留。そしてこの先忘れることもない。あの時のあんたは最低だった。俺はただ、でもミッチが生きてるのはあんたのおかげだ。そのことも忘れない、絶対にね。それにヘルマンを捕まえるって約束を破る気はないから。行くぞ。あまり遠くに行ってないといいが。すぐにわかる、タイヤの跡がある。这是鞋子吗？追跡しよう。有97块。ここを通ったようだな。タイヤの跡を追っていこう。骑车非强制。骑车还能是非强制的。骑啊。好，跟他们。跟他们赛车啊。どういうこと？ナイトシティは私に合わない。他们用车，我用跑的，也太可怕了。ロマンがあるね。哎，可以耶，地上一直有那个耶，有胎痕耶，他们可以类似用导虫那样子追踪耶。怎么还有狙击手啊？走路に何人か残して、残りはヘルマンと言った。其他的还在跑。不行不行。大丈夫、きっとすぐに来る。嗯？啊，那原来也跟上了。哇，怎么回事？ヘルマンはきっとそこに拘束されてる。前往有利的地势。OK， 援護は任せて。OK， 他掩护我，进入加油站。哦，他们在这里联络人哦。ドローンにパトロール。ここで間違い。无人机也在这里。ヘルマンを監禁してるのか。でもあれを見て。潰れたスタンドにしては、連中は救助を呼んだのかもしれない。すぐにわかる。先处理无人机好了。OK， 无人机一直晃，超级难按的。有机枪塔，好，先把机枪塔关掉。无人机破解一下好了。好，抗性降低。可以直接快进到，怎么又变成这样？说啥呢？我先把该关掉都关一关啊。哎呦！車がある、ノーマットだな。うん、間違いない。停一下。車だよ。看到车了。看看敌人的这个部署，好，先让他拉水水，开始处理。让这个无人机直接秀逗。啊！飞机好强！
东西没有瞄准不行。哎，对，就是闪光弹，好亮。这怎么会有一个还敢穿墙啊？哇，传奇配件拿了，进入した。加油站。先拼一下，看一下。敌人剩下一个两个，总共两个，还行。太重了，身上太重了，到底是什么这么重啊？好，再拼一手，他还没发现我。狠狠地架枪，狠狠地人在另外一边，机枪塔。红色墨镜，好，拿起来。找到了，海尔曼先生。外面到底是有人还是没人 ？OK， 这里进不去。撃つな。武器は持ってない。ここで何してるんだ？俺はここのオーナーマーティーだ。コーパの野郎ども急に現れてあるもの全てを奪った挙句俺をここに閉じ込めようと。他们竟然没把你杀了。連中は民間人の男を一緒に連れてたはずだ。見なかったか。ああ、目はついてるかな。どこにいるかわかるか。ガレージの上に部屋がある。そこじゃねえかな。关在楼上哦。好，しばらくそこでじっとしてた方がいい。你在这边安静哦。看一下你这里有什么啊？嗯，好。モリだよ。要拿多少？800块，谢啦。ヘルマンの居場所が分かった。今から向かう。OK、援護は任せて。前往加油站的楼上。生化手榴弹。OK， 给补品。难道有敌人？落ち着け。話が冷静だ。先冷静哦。よりでもあらさかに、私を連れ戻すよう言われたのか。この野郎にはもう逃げ場もなけりゃ、頼る仲間もいやしね。さっさと黙らせてやれ。嫌いなタイプなんだな。そういうお前だって別に。他旁边的护卫也是一般人哦。この野郎、お前を荒坂の近くだと勘違いしてやがったな。嫌いなタイプなんだな。そういうお前だって別に。吉云海尔曼、啊吉云呐。この野郎、お前を荒坂の近くだと勘違いしてやがったな。不好意思啦。ヘルマンを捕まえたら竹村に知らせるはずだったろう。ああ、すぐに連絡する。好，走。
让他忘记刚刚的一切。联络武村。いいか、ヘルマンは最高の切り札だ。うまく使って何か引き出せよ。竹村は俺を救ってくれたんだぞ。それはお前を利用できると思ったからだ、このバカ。いいか、あいつは決して味方なんかじゃない。竹村、いい知らせだ。ヘルマンを捕らえた。生きてるのか、何と言ってる。大丈夫だ、生きてはいる。他现在不太想说话。ではそちらに行こう。俺が着くまで拘束しておけ。了解。じゃあまた後で。好，走。ゆっくり話ができる場所に連れて行け。そうだな。找个可以好好说话的地方哎。整个部落都来了。友達ができたようだな。こいつがヘルマン。そうだ。外に運んでバイクに乗せよ。我整个部落最强的武装都出动哎。ミッチとパナムはあいつを助けに来たの？そうらしい。AV の墜落とスコーピオンのことも。放下海尔曼。じゃなさそうだ。要丢在哪里啊？仕事を受けたなんて聞いてなかったが、ソウルは企業とやり合う気なのか？正直。看起来没有可以塞的地方。何が何だかわからない。ミッチだ。あいつに話を聞こう。要怎么塞上去啊？お前はここだ。OK。ミッチがアルデカルドスを何人か集めてくれたんだ。誰にも捕捉されることなくここまで来れた。だが長居はしたくないな。こいつはどうするの？悪いことは言わない。知らない方がいい。知道的越少越安全な。ソウル。片付いた。ソウル来了。制圧完了だ。ミッチを助けてくれたと聞いた。パナムと一緒にな。二人のおかげで死なずに済んだ。例の重要人物だな。ソウル、私はスコーピオンを。何かできることはない。お前はもう何もするな。全部私が悪いの？何も変わってないのね。そうやって背を向けることしかできないのかよ。真是谢谢你啊。互いに恩を返しただけだ。気をつけて帰りな。何なのよ。ソウルなら心配ない。きっと分かってくれる。どうでもいいよ。そう言ってやるなよ、パナム。今回のことをソウルに伝えたらすぐにお前を追うよう指示したんだぜ。ソウルが本当に？たとえ関係がギクシャクしてでも家族には違いねえ。ソウルは家族のためなら何でもする。でも今の私は家族かどうかも怪しいのに。分かってんだろ。戻ってこいよ。对吧？那边怎么一把枪？枪跟他直接。そうか。枪才是他的本体啊。恥ずかしいところを見せちゃったね。看到奇奇怪怪的状况了。ややこしいことになっててさ。也是啊，也不是第一次看到了。でも心配しないで。私は大丈夫だから。Bも気をつけてね。ソウルもミッチもあんたを家族だと思ってる。やり直せないのか？いろいろ複雑なの。それが家族だ。奴らだ。増援が来るぞ。ずらかろ。私も行かなきゃ。スコーピオンのバイクを頼んだよ。あんたの。蝎子的车也归我了。OK， 这台车是要怎么载两个人啊？他当坐垫了。喂，起床了。起きろ。なんだ？どこだここ？ど田舎のモーテルだ。説明になっていない。どうでもいいだろう。あんたが一人でここを出ることはない。何が目的だ？あんたの発明品、荒坂のために作った生体チップについて話がしたい。待て。その前に一つ確認させてくれ。君は頼信の資格じゃないんだな。違う。ということは私と取引したいのか。君のボスがカンタオよりも金を出すなら話をしよう。
啊誰の資格全能解决那是最好ただしあんたには協力してもらう協力どういうことだ頭の中にシルバーハンドのコンストラクトが入ってるこのままじゃ俺は死ぬしかないチップを取り除かない限りなこんなことになるなんて注意書きに書いてなかった对他要出来了コンストラクトそんなバカなチップはどこで手に入れたんだよりのぶ荒坂から盗んだ頼まれてやったんだがクライアントが問題ありそれでチップを自分の頭に入れたのか正気とは思えない実際悪い考えじゃなかったんだ頭を撃たれたがチップのおかげで生き返ることができたふん。よりのぶの計画は絶対に失敗すると思っていたがこんな展開は想定外だ荒坂の最新技術が民間人の手に渡るとはいいから早くチップを取り除いてくれそう単純な話じゃないあんたが作ったチップだろ何が問題なんださっきの話が本当なら君が刺したのは新型のプロトタイプだ難しいのは分かってるリパーが言うにはそこらのリパードクに見せたのか他に誰が知ってる助けが必要だったんだ医者に行く前にカンタオの AV を落とそうとするほどバカじゃない従来のチップと何が違うんだ記憶痕跡のタイプが何というかより主体的攻撃的とか特別なのはそのチップでありシルバーハンドの記憶痕跡ではない以前のバージョンではあらかじめ保存された記憶痕跡とやり取りするだけだった希少価値も価格もバカ高かったんだろプロトタイプはそれ以上だ記憶痕跡を別の生体内で活動させられる私が荒坂を離れた時プロジェクトはまだテスト段階だったそんなことはどうでもいいさっさとチップを取り出してくれ、うん、まずは見させてもらってからだ好分かった来你看看呀让你看看驚いたなこれはまるでまさかコーポ野郎の世話になるとはな他能看到墙里了吗嘘だろああなんだどうしたんだきちんと分析できないのが非常に悔やまれ残念だったな V モルモットになり損ねたようだぞで取り除き方は残念だが君の神経回路は完全に損傷しているもはやこのチップなしでは機能できない私にできることがあったとしても出たな金が必要かスウェーデンの診療所を紹介することぐらいだ苦痛を给你一家瑞典最好的诊所迎えられるようにしてくれる待てプロジェクトはまだテスト段階なんだろうこの先どうなるかなんてわからないはずだ先ほど脳がコンストラクトに食われている様を見た何があっても宿主を乗っ取るようプログラムされているんだ君の哀れな脳みそになすすべはない何をしてもいずれは記憶痕跡に支配されるってことかああ旗迷惑なやつだな肉体のあった頃と何も変わってない荒坂内でも俺様は伝説的存在になってる俺の頭に何が起きてるんだこっちが聞きたい二つの人格を持つのはどんな感じなんだ幻聴とはわけが違う君は自分であると同時にシルバーハンドでもあるんだ我们是来谈哲学的吗？受けに来た覚えはない哲学ではない神経生物学だそして君は今私の仮説を証明してくれたコンストラクトが君の意思決定に影響を与えたこといい加減にしろよよ、はい、ずすいすい念ジョニーは口を挟むだけ物事を決めるのはあくまで俺自身だいくらあいつでも俺を操るようなことはできない全くその通りお前の頑固さは筋金だ確かにそう感じるだろうただし天秤はいずれ傾くゆっくりとだが確実にどういう意味だ君はいずれ以前では考えられなかったような行動を取り始めるそしてシルバーハンドのことはよく知っているわあ難怪
难怪会一直发生一些奇奇怪怪的事。言いたい放題言いやがって洗脳されるだからこそ私は隔離された医療機関での治療を検討すべきだと思う。少なくともジョニーはあんたみたいなコウモリ野郎じゃない彼をかばうのか、それとも今のはジョニーの言葉か。かけてもいい。彼は過去に君の体を乗っ取ろうとしたことがあるはずだ。いや、試してみるか。楽しそうだぞジョニー。冗談さ、こいつの口車に乗せられるんじゃねえぞ。そんな話はもういい。もしかして時間稼ぎでもしてるのか、それとも自分が何も知らない役立たずだって言いたいのか。もしそうならこの場で頭を打ち抜いてやるよ。時間の無駄だからな。やっちまえ。力になろう。私と一緒にカンタオへ来てくれるなら。全く信用できないな。むしろ俺を出しにカンタオに取り入ろうとしてるとしか思えない。その頭にあるデータの価値を分かっているのか。君を助けられないとしてもそのデータだけは救い出さなくては。この野郎。カンタオはダメだ。他に考えはないのか。私以外に頼れる人物がいるというならチップの設計図を渡してやってもいい。プロジェクトの全貌が記載されている。カンタオは大層な額を提示してくれたよ。今手元にあるのか。持ってなかったらいよいよ役立たずだな。セラロ B 竹村、どうしてこいつが。彼からもいくつか質問があるそうだな。正直に答えれば助けてくれるかもな。ちょっと待ってくれ。設計図を。好、蓝图先来看看。何もないよりマシか。こいつを読み取れる鉄鋼オタクを見つけないとな。OK、我就是那个看得懂的人。好、明白。こいつはどうなるんだ。まだ決めかねている。冗談だろ。流れに身を任せてみようかと思ってな。好吧、俺はもう行く。こいつは好きにしてくれ。話をすればきっと分かり合えるはずだ。规格说明书我来看看呐、啊，计划大纲、可以保留原对象绝大部分的认知运动，一致性可以达到 75%， 波动一致性达到80-90%、好，明白。だといいかな。也就是我也不会消失嘛。B、この言葉は忘れない。しかし暑いな。喉が渇いてるよ。なんだ。お次は B は水も出さなかったのか。やれやれ、非常な男だ。だが心配するな。俺は違う。今すぐバケツ一杯持ってきてやろう。いや、結構。强力搞啥？要夺色啦！とにかく座れ。生体チップのせいか。チップに決まってるだろ。シルバーハンド病が悪化してんだよ。おいおい、俺を責めてんのか。今のは心臓だな。座って休め。まだくたばってもらっちゃ困るからな。はいはい、利己主義に行ってアラサカを倒しゃいいんだろ。開始用我的身体在点烟了。みたいになってきたな。人を操ろうとしてばかりの皮肉屋のエゴイストになるなんて冗談じゃない。口を開けば他人を攻撃してばっかり。それなりに協力し合ってきただろう。もう少し信頼してくれてもいいんじゃねえか。確かにお前は一見すると魅力的だ。何をしてもカリスマが溢れてる。だがその正体は躊躇なく街を核で吹き飛ばし、それを何とも思わない男。俺が狙ったのは神輿だ。
荒坂の連中には十分避難の時間を与えた。犠牲者が大勢出るのは予測できてたはずだ。お前だって大勢殺してるだろう。規模の問題か。我没有，我没有，是你占了我的身体才开始变这样的哦。なんとでも言え。とにかく、お前は予測不能すぎる。どの口で言ってんだ。かつての自分と最近の自分を照らし合わせてみろ。この先の道がはっきり見えてるか？とにかく仕事に戻ろう。そうだな。哎呀，我很善良的。在他出现之前，我什么坏事都没做。送送货，跑跑腿。来，继续寻找其他的线索。其他的线索，我得看看还有什么线索啊。死前的遗言。好，我想想哪里还会有其他的线索呢？神机错乱已出现，飞龙在天，好啊，处理一下飞龙在天好了。开我自己这一台，车来了，车来了。OK， 阿杰刚才想撞我。FM 98.7，信号来源好远哦，在这里回转。OK， 这个导航是啥鬼？你听得懂吗？好 ，OK。是啊，有没有办法开灯啊？哭啊！导航叫我往这边开，知道怎么往这边开啊？不管了，我先开前面那条路好了。好，这样开应该没错。OK， 又开始了，哦，强尼又开始了啦！拢是人啊，全部拢是人啊！太多啦！好，这个导航，哎，要战斗也不先跟我说一下。看一下飞龙在天嘛，好，飞龙在天处理一下了啦。那我感觉用走的好像比较安全呢、欸。你听得懂吗？我听得懂啊。米契说的对，你应该回家了。
你们一定可以的，加油！看看呐、啊，这里有个电塔，然后有一个帮派，这边有一个帮派，是不是？先来聘一下看看，人多吗？人不少。55好，全面下降，好，抗性全面下降，开始让他们拉水水。もういいかい？殺してあげるよ。 OK， 这个敌人就算拉了水水，还是蛮硬的呢。这边开始好了。哇，那边还有一个机枪塔哦。好，把机枪塔关掉。嗯？这是什么？地雷啊？收音机啊，好，串王子解决了。哇，这边加速过来了，不行啊，不行啊，这边有狙击手啊。哇！又怎么啦，强尼？怎么对面人可以这么多啊？这里要怎么？接接没去打拳赛拿狙击步枪吗？拿拿，要18000呢。我知道啦，先把二楼的处理了啦。不是啊，这个人这么多，真的没办法哎、欸。不知道自己到底在干嘛？我在夜城自由自在，我真的自由吗？赞啦，你自由了。好啊。跑出这个状态就不能跑步了，好，跑起来，看一下该怎么进去比较好呢？这里一堆机枪塔是怎么回事啊？这首歌不适合现在放啊。感谢董内，放心，不会出事的。 BGM 不对啊，我现在需要的不是这一首。我看看二楼这个是一个、两个、三个、
二楼的这个比较麻烦，先让他拉水水。好，连续传染，哎，他们要开图了，杀过来了，找掩体，你可真快啊！他们不知道为什么自己烧起来嘞。楼上有一个狙击手，我这个枪会让人烧起来吗？哦，那个狙击手麻烦。啊！狙击手在哪里啊？先跑一下，先跑一下，先跑一下！一枪也太痛了吧！OK， 这手好像这个时间也很怪耶，狙击手不知道是人还是塔耶。换枪，哎，我有狙击枪哎，枪什么烂货，我有狙击了，哦哦哦哦哦哦，这个还带夜视镜的哦，终于可以找到。OK， 我还是没找到那个阿哭啊！哪里啊？到底在哪里啊？怎么没有看到狙击手啊？强尼又怎么啦？怎么找不到狙击手啊？看一下，这是我最好的狙击步枪哎！800里开外，看能不能就先把它解决掉了。这个可以充能啊，这个可以充能啊。嗯，你该放下所有的恩怨了。我看到了，那是狙击手是不是？感觉根本，难道狙击手根本不存在？我就是拼了之后也都没有看到狙击手啊，很奇怪。先拼，然后应该是这一个啊，狙击手，再把它关机。好，狙击手已关机。面白くなってきやがって。任务开始。什么情况啊？谁啊？谁打我一下就死了？
先破解协定。做了一场梦了。还有别的狙击手啊 ？OK， 狙击手怎么可能有这么多个？你最近想了很多，没有问题。你一定要回家，你一定要了结所有的恩怨。加油！再把阿杰可以表演一下手起刀落吗？两把西瓜刀哦。在这里面，我看我直接变那颗西瓜啦。破解一下，我看看19BD55。好，全速关闭。OK， 来看一下狙击手。完整版战歌加持。里面有一个完整版战歌来了。可以，这个可以，关掉一个，这就对了嘛。战歌这首就对了啦，难道是顶楼还有狙击手？这几根柱子是防弹的、欸。哇，怎么到我脸上了？我他拿着开山刀已经冲到我脸上了、欸，好像不是狙击手哎、欸，谁啊？到底谁在打？哎呀，到底谁在打？好，不是好像，怪怪，有点怪怪。哎，子弹准备一下，好，不演了，我知道了。我想到一个全新的战术，从右边开始。狙击枪没料啊，根本不需要狙击枪。泡泡，最近想了很多，我知道你要了结所有的恩怨。我觉得最好还是潜入啦，比较适合我的 style。但我要先找个好地方让我进去啊。看一下，先从这边的机枪塔开始处理，然后再拼一手。
把楼上的强盗关掉。偷偷的，偷偷的。偷偷的，偷偷的，看看哪边掩体比较好吧。主要是天很黑啊，好像应该白天来的。这个人叫巨人啊，先把他绕晒啊。哎，拉扯拉扯，叫车叫车叫车，哎，天亮再来，我们天亮再来。哎，对，狙击可以从那边打到这边，快跑。等我睡一觉你们就知道啦。我先找找那个传送点。好，那这边有一个。哦，这什么传奇配件啊。我来看看啊，传奇配件。哦，配在哪里了？可以直接调时间，哦，可以直接调时间哦，不用回家睡觉哦。哦，在这边有一个可以调时间的地方，是不是？掠食。好，等到天亮。早上好，叶晨，哈。终于啊，终于看得到了。下一场比赛在二地，我刚好就在这里。我看一下，人面兽心阅读他的讯息。来，你说下一场比赛在哪里？下一场比赛在布鲁克兰街，要不然先去飙车好了，在哪边啊？这里有神机错乱呢，顺路解决。呼叫阿杰，我看看，飞龙在天，前方神机错乱。啊，任务在哪里？怎么没看到？飞龙在天，等等再来啊！我先处理这个比赛啊。飙个车，啥鬼？2.4公里，OK， 超级远。飙车是要飙车啦，哦，哎呦，大场面，看一下哦，看一下哦，军武科技的哨兵，前方
抗性下降。这是一来就有大场面呢。五科技。誰か代わりに位置につけ。ターゲットに接近。开始压制。攻撃。军武科技都不是什么好东西，处理一下。啊，躲！哎，你就躲，看我的巴拉，丢高一点，从这里丢，中了。无情的跳跳舞，刚好路过还能赚钱靴哦，获得技晶好像要升级嘞。哦，有点数可以点了，来看看新能力。资料探勘，对不知情的敌人伤害提升 50%， 强哦。好，伤害提升 100%， 看起来像街友，说啥？马上改装一下。日本武士，里面穿个防弹背心好了。哦，这一套好哎，创王时代穿的嘛。摩托车的视野真的很好哎，啊，这个飙起来的感觉真的不一样哎，还可以飙到160哎。那台车哦，那一台好像是蝎子的车吧？联络他，开始比赛。好，开始比赛。クレア、次のレースだが準備はいいか？次のコースはオフロードで戦闘も激化する。越野赛啊。ミストを使いましょう。実戦で試してみたいの。いいね。俺はもう現地にいる。啊，又要开你那一台哦！哦，那台真的好难开哦。わかった。それじゃ。啊，いや明日だ。死ぬかよ。好，人都到了。明日つっただろ。竟然有在白天飙车的，好爽哦！终于不会看不到了。また会えて嬉しいよ。今度はどんなレースなんだっけ？四つのうちの二つ目、今回はオフロードよ。没有什么观众的。観客がいるかと思ったが。暑すぎるからね。猛スピードでぶつかり合う命がけのレースなんだが、暑くて当たり前だろう。激戦になりそうだな。バッドランズだから、何でもありの危険なレースよ。ガンナーは大変そうだ。没有任何限制的比赛啊。ワンミスであの余裕になるからね。大丈夫だって。哇哦。じゃあまた。哇，这一台帅到不行哎。
どうも。で、何の話だっけ？激戦になりそうだな。バッドランズだから、何でもありの危険なレースよ。ガンナーは大変そうだ。ドライバーもよ。ワンミスであの余域になるからね。大丈夫だって。さて、私は車で涼んでるから。わかった。他也怕会晒黑呢，我也有点怕哎。走吧，上车吧，上车吧。正直来てくれるとは思ってなかった。等一下，等一下，等一下。幻想尿尿。剩三十秒哎。無視して。ルイジの挑発に乗っちゃダメ。ルイジよ。ビアで台ルイジ跟マリオ是不是？ルイジ干嘛？健闘を祈ってやるよ。どうも。啊，颜色也对嘞。这一关怎么会变视角的？来吧，35个点。哦这一关，哦哦哦哦，哦 OK， 根本没有人要开在路上啊。真的是越野赛啊。开枪完全不怕，那个开枪好像都是装饰的，根本就没有用。看我这个点飘，这条路就只能一个人开，根本没有人可以超我的车啊。难道他们能从天上飞下来？你吐在车上了，阿树，抓好啊，让你见识真正的飙车啊。还有沙尘暴哦，哇，沙尘暴是啥鬼？完蛋啦！什么情况啊？什么情况啊？路在哪里啊 ？OK。开到不见了，后追模式启动。这里变好开嘞，有沙尘暴反而变好开了。哎呀！不知道撞到什么了，反正路是对的。OK， 还这么远，竟然还有十个点。好，再来就是直直一条了，是不是？冲进夜城，也随便赢的啦，直接开回家了。
急转弯。OK， 要转弯，不早说，不妙了，不妙了。哦，哦，没事，我直线很强。完啦，终点要到啦！いい調子よ。決勝に進めそうってことか。その通り。まあ、你这边这样哎。ラインまで行って。そんな難しいことじゃ。啊，这只是哦，这只是那个啊，预赛而已，别慌。我表现的怎么样？運転はどうだ？まだまだ甘いところがあるけど、まあいいんじゃないかな。